ンドをやっていた影響でギターを始めました。はい、キララファンタジア始めていきましょう。起こします。左のシナリオですね。かわいいです。確かに。それはもう素敵ですね。えへへ、素敵です。ん、すごいんです。男の子サイズ？ほほー、むしろまさか、吹いてない。この二人ユリになったらどうなんだろう。子供ができできちゃう。うまい。この時間に食べたら太っちゃうわ。じゃあ行きましょう。すぎる。なんてね。いろいろもらえますね。石が結構。ロゴボとか、ひねりのキャラクターし、仲良しのキャラクターシナリオなので、どんどんパワーアップしていきます。しっかり練習すれば不安も吹っ飛びますよ。定期的にやっぱりね、増やすってことは大事ですよね。高山遥です。私とゆうちゃんの関係は他の友達とはちょっと違うの。サプラトリックかな。さあ、今回のメインです。この10回召喚もいよいよ本日12月17日が最終日となっております。最後の11回無料10回召喚です。昨日は星5だったっけ、引くことができましたからね。そう、漫画版キララを引くことができました。あれ、それはキララの方の2周年ガチャの方だったっけな。いいのが出ないですね。これもダメ。来るか？早いですね、明らかに動画が。お、花泉やん。これは少し前に出たような気が。彼、これだけかな。なんだけかな。
お、時間かかりすぎていると思う。はスピードが遅いんですね、回転する。次回も頑張ります。残念な結果。いつでも来てくださいね。ハイズミアンは確かに、いや、覚醒レベルは上がったんですが、ダメだよ、ポルカ。トレード。深夜、一寸の行員カロンズベカラズ。知らない。こっちではなく、また来い。そう、風化雪月よりヤリの証人がまた来いって言ってるんですよね。ん、キラーファンタジア星化粧2つ持ってるんですね。これはちょっとヒントになります。まあ、ランプをそうさせるかもしれないですけどね。あ、そろそろですね。魔法使いの知能を上げましょう。大人に近づいた気。ユーコあげましょう。魔法使いばっかりか。これがうちの真の。無名の星結晶か。この辺曲げていかないといけないですね。ここまで上がりますからね、さらにこの辺は。あ、なんか近い。ユノッチもあげたいですよね。というわけで、今回ここまでとなります。次回もお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。